南モンゴルモンゴル自由連盟党は日本の大阪府で結成されたモンゴル人の組織。代表はオルホノド大臣。2006年12月中国共産党支配地域の全権独立を趣旨として日本の大阪府でモンゴル人によって設立される。他のモンゴル人の団体組織と異なり、内モンゴルの名称を団体名にあえて付さないこととしている。 モンゴル自由連盟党によると、内モンゴルとは中国政府が付けた名称であることや弾圧されているモンゴル民族は内モンゴル自治区以外の地域にも大勢いることを理由としている。オルホノド大臣幹事長が演説を行った自由と人権アジア連帯集会、チベットや東トルキスタンなどの中国共産党によって、 モンゴル人同様に弾圧されている民族による抗議デモ活動などに合流して積極的な活動を行っている。2008年4月26日、北京オリンピックの聖火リレーが長野市に来た際には、チベットウイグル支援者らとともに中国に対して抗議活動を行った。また、ヨーロッパにも支部が設立され、内モンゴル人民党やヨーロッパ人とともに、 中国共産党による弾圧に対する抗議デモ活動を行っている。モンゴル自由連盟党の活動には日本人からも支援が行われており、高田淳などが共闘している。2011年1月8日、中国政府によって連れ去られた南モンゴル民主連盟代表の肌を解放する、要世界同時抗議活動を行い、日本では日本人やウイグル人とともに、 中国大使館に抗議活動を行った。この日以外にも中国大使館に対して抗議を行ったことがある。ありがとうございます。